夫婦で晩酌なんて初めてですね。そういえばそうか、こういったものを飲むと気が大きくなるというだろう。確かに以前酔った刹那さん、結構大胆な感じになってました。大胆になってみようかと。え？君を仕留め損ねたから。あ、うん、いやだったか。背景、殺し屋さんと結婚しました。コミックス発売中。